イギリスで開かれた第10回先進国首脳会議、ロンドンサミット。中曽根首相にとっては今回のサミットは首相就任以来2度目、一連の外交の総仕上げとなると同時に、秋の自民党総裁選を控えて外交に強い中曽根のイメージを売り込みたいところです。6月8日、各国首脳はランカスターハウスで全体会議。会議では日本とアメリカが提唱していた新ラウンド、多角的貿易交渉の準備促進で原則的に一致。昨年のウィリアムズバーグサミットで打ち出した力の均衡による対ソ対決姿勢の基本路線は維持しながらも、核軍縮交渉の再開を呼びかけるなど、対話と協調を謳ったロンドン経済宣言がサッチャー首相から発表されました。この夜、バッキンガム宮殿では各国首脳が出席してエリザベス女王主催の晩餐会が華やかに開かれ、3日間の会議を終わりました。